四国アイランドリーグが誕生して今シーズンで20年目になります。新体制となった高知ファイティングドッグスが今シーズンの初勝利をかけてホーム開幕戦を戦いました。高知ファイティングドッグスは今シーズンから2009年にチームを独立リーグ日本一に導いた佐田岡千秋監督が11年ぶりに復帰しました。今シーズンは徳島での開幕戦で2連敗し、ここまで勝ち星がありません。おととい高知球場で行われたホーム開幕戦には雨の中500人を超えるファンが駆けつけました。開幕戦のために飛行機乗って大阪から来ました。わざわざ帰ってきてくれ。愛媛を小電波にせないかんと思って、いやなんか応援頑張ろうっていう話をさっきしてました。はい、いやもうワクワクしてます。今日勝つんじゃないでしょうかね。今季初勝利を目指すドッグスは0対0で迎えた5回の裏にタイムリーヒットで先制します。試合が盛り上がる中、球場の一角では贅沢な光景が。高知球場の試合で1日1組だけが楽しめるバーベキューテラスです。野球見ながらバーベキューも最高、最高です。ありがとうございます。今シーズンから県内6つの企業団体が球団の共同オーナーに。龍馬学園もその一つです。いやここまでまだ一つも勝ってないので、とりあえず我々が飲んで騒いでみんなで応援します。今日は勝ちます。その後愛媛に逆転を許したドッグスは終盤の8回裏、相手ピッチャーの暴投で1点差に詰め寄ります。そして6番海辺、このタイムリーヒットで同点に追いつきます。なおもノーアウトでランナーを2人置いて勝ち越しのチャンスが続きますが、あと1本が出ず試合はこのまま引き分けに。今シーズン初勝利はなりませんでした。石垣都市第1号ホームランでございます。同点できて嬉しかったです。まあ負けよりはマシです。試合としては面白かったけど勝ちきっとかんと、いや勝ってほしかったです。勝ってほしかったです。負けなくてよかったのか勝った方がよかったのか、まあ、正直引き分けでよかったなと思いました。はい、勝ちたいですね。もうそれ早く一勝したいです。はい、佐田岡監督のコメントにもあった勝利なんですが、はい、昨日行われたホーム開幕第2戦は見事に勝って待望の今シーズン初勝利を挙げました。そしてここから優勝に向けて今日ビッグニュースが球団から発表されました。はい、元阪神タイガースやメジャーリーグでプレーしたドリス投手の入団が発表されたんです。このドリス投手、阪神時代には藤川球児さんと一緒にリリーフとして活躍していて、最多セーブのタイトルも取った実績十分な選手なんですよね。まあ、あさって入団会見が行われるということで、入団の経緯などぜひ注目したいですね。はい。